はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、バンプ高校セカンドブラッド、投手で今回はセーラーココロちゃんを使ってココロシェイクを、取得していきたいと思います。ちょっと顔があれだけど、なんだサボり癖千丸か。サボり癖が続くようだったらちょっとやめよう。まずはデッキの方から、セーラーココロちゃんお借りしてます。自分はね、手に入ってないので、借りてやっていきます。テーブルの方は通常の彼女テーブルに固有35で、ラブパワーの継続率アップですね。あとちょっと気になったのがイベント経験点アップのところに括弧一部のイベントを除くってあるんだけど、これ何なの？よくわかんないっす。で、他の編成は変化球3人ですね。神楽坂くん、なるみ、虹谷で変化球で、あとは重の負債を、使ってます。一応ね、シナリオ金徳でもしかしたら走者釘付けが来るかもしれないので、一応そこでクイックのコツをつかんで、あとは吸血の時に守備連のところで敏捷ポイントを取れれば、もし走者釘付けが来たとしても取得できるかなというような感じで、編成を組んでます。まずどうしよう、コツがあるんだよね。コツが2人、虹谷か、やりてえな。虹谷はマジでやりたい。で、次もう OK。 せっかくコツを取得するためにサボり癖というリスクを取ってやったのに。で、今回ミサちゃんは入れてません。アイテムじゃねえや、お出かけで通院しよう。もうで、ココロちゃんですね。通常のココロちゃんイベントと、ここら辺は変わんないんで飛ばしていきます。あとノゴロくんもね、普通のノゴロくんを使ってます。うなごろはそもそも俺は持ってないんで。ミサちゃん、あ、そうか、関係ねえや。ミサちゃんがいるとか思ったけど、今回別に関係ないっすね。カオルちゃんの変化球、変化球を中心に練習して、強化のね、強化じゃないや、コツがもらえるやつ、強奪か、強奪の経験点がなるべく上がるように3くらいにはしたいよね。あ、ココロちゃんがいるね。ここはそもそもいいね、普通に。バンプのね、セカンドブラッドもちょっといまいちなかなかうまくできないところがあるんですけど、結構難しいよね。最初まだその吸血の強化が始まる前に、あれ、ココロちゃん、そっか、 PSR だから初期評価が高いのか。本当にね、彼女キャラの PSR って初期評価が高いんでかなり楽なんですよね。で、そう、最初のね、ここら辺の極限吸血を何を取っていけばいいのかなっていうのもね、未だに悩むんですよね。監督もいるし、ノゴロクにするか。刺激はさすがにね、タックが組めないんで意味ないから、吸収とかがいいのかね、ちょっと分かんないっすね。ここは調子安定を取っていきます。で、強化、あ、そうか、強化でもいいのか。あとは人がいるかどうかだな。これは精神以外の練習をすると死んじゃうんで、普通に吸血をしていきましょう。ここでね、敏捷ポイント確保しておくっていうのもありはありなんですけれども、そこまで美味しいポイントではない。全体的にどうだろうな。ここが無難か。筋力、技術、変化球、130、140くらいはいくか。120、あ、でも変化球足りるかな。精神は精神で足りなくなりそうだけどな。カオルちゃんの復活も必要だしな。ただポイント的には若干少ない。あ、いや、ちょっと変化球にしよう。ココロちゃん変化球をね、あ、告白もう来た、早い。ココロちゃん変化球をちょっとやっぱ上げていきないんで。よし、これで OK。 で、神楽坂くんも一緒に食べよう。もう一回くらい極限吸血ができるんだっけ。ミサちゃんはね、結構美味しいんでやっておきましょう。体力回復がね、いいよね。
で、のごろくん、これ続ける必要もないよね。さて、心ちゃんはもう大丈夫。まあ評価源のために一回敏捷もやっておくか。牽制もコツを手に入れたし、なるみもなんか持ってたよね、敏捷系使うやつ、コツ。ここはメンタル、筋力が今のところ足りてないかな。で、本物のまっすぐ、これはまあ普通に怪物球を取っていきましょう。心ちゃんの評価は上げる必要はないんで、選手系を重点的に上げていきましょう。お、じれったい2人、ここはクイックを取ります。よし、まあ、2だからね、結構いいよね。で、次練習したらあれか、極限ができるかなかなっていうとこだけど、神楽坂くんリリースとカチュンは潰しちゃいましょう。リリースとカチュンと、で、多分刺激か、まあ、魅了にはならないなとは思ってたけど、よし、キレ取れたのはいいな。だってどうなの、止めとく必要あるのっていう。カオルちゃん止めてもしょうがねえしな。どうしようかな。まあいいや、カオルちゃん止めとこう。変化球練習をするときに評価が上がるかもしれない。ココロちゃんは気にしなくていい。神楽坂くん、カオルちゃんってテーブルどんなんだったっけ、やる気効果アップがあったっけ。やる気効果アップがあればね、止めておく意味はあるんだけど、まあ、一応モテモテ目指して頑張ろう。なった。 PSR の時だとなんかあれだね、お守りもしかしたらそこまで重要じゃないかもね。虹谷からモテモテがもらえればまたさらに楽になるし、もうこんなにね11とか完全に溢れるな。まあ、二股するときはね、そりゃ必要だけど。どうしようかな。回復狙いっていうのもありだよな。よし。監督評価。監督評価上げなきゃいけないんだけど、虹谷、コツはマジで欲しい。虹谷の3種類はね、で、敏捷やっといてよかったな。これでキレが取れる。ちょっと虹谷でいきます。 OK、 よし、ポンコツ、まあ、最低3だよね。まあ、ここはもちろんドクター K を取りに行きますと。うわー、どっちだ、わかんねえ。のごろくんか。そもそものごろくんあれだね、評価上がりきってないね。上がりきってないけどな。吸血か、吸血って扱いが難しいんだよな。まだ極限にはならないからね、これ。次だってもう練習できないっしょ、コントロールやったら。体力が減らないと経験点にならないっていうのが分かったからね。何パーだ、10何パーとかだったらやろう。あ、しまった。あ、カチューンは取ったか。あ、体力回復したし、ここはちょっと経験点狙いでいきます。でここで吸血にしよう。そうだね、次が極限になるんで、あとちょっと監督評価の低さが気になるな。ストレートを磨くべきと。あ、3周か。まあ、もったいないはもったいないけど、さすがにぶっ倒れるのは嫌だからね。まあ、いい感じに調整はできたかな。366だね。
180くらいか。まあ溢れるものはないんで、ちょっとこれをもらってからポイントの割り振りを考えましょう。筋力と技術か。あ、心ちゃんのクリスマスとかすげえ久々だな。わからん、なんかちょっとダメっぽいな。まあ、3あるんで、んー、 E までは上げておきますか。特にいい練習もないな。特にいい練習もないけど、監督とのごろくんだね、上げとこう。のごろくんちょっと評価低い、最初の初期評価。魅了するときはやっぱカオルちゃんがいないとダメだから、まあ、カオルちゃんとココロちゃんがいてくれれば一番いいんだけど。この辺の初詣のイベントもわからない。ってかマジでモテモテがあると、え、中吉で体力回復するの、これはかなりいいな。コツを選ぶかタッグを選ぶかって言われたらそれはコツだよね。虹谷、まあ、まだ脱散も取ってないんでくれない。あ、もう心ちゃんマックスになったな。失敗しやがった。ドクター系直撮りはもうマジできついからね。まあ別にミサちゃんの評価を上げる必要はないんで、経験点ちょっと取っていきましょう。カオルちゃんカチューンは取ってある。緩急をさっきもらったね。ってことはあと根性か。これであと2回。よし、根性骨、根性どうしようかな。5まで置いとこうかな。結構使うのがあるからね。で次の練習で一応極限にはなるな。吸血か。これやって3人は絶対ならないからな。でもやっぱりダブルタックは美味しいもんね。まあ2でもいいでしょう。そもそもいてくれよって話だけどね。誰だこいつ。こっちはカオルちゃんか。これがまた微妙なんだよな。虹谷だよな。そうするとガチで欲しい。のごろくんはそもそも何よこしてくるか分かんねえかな。これデートしたら大丈夫かな。死ぬかな。一回デートしてちょっと様子見よう。デートだったら大丈夫だと思う。もうここら辺はなんていうの、感覚だからね。あ、そう、もういきなりこれで金徳分かれるんですけど、下が怪物キウイ、上が心シェイクですね。死ぬなよ、頼む、死ぬなよ。よしよしよし、あれは死なない。で、で結局どうなの。お、いるね、いいね、252、悪くない。これは勝ったな。何にって感じだけど、技術がちょっと余っているので、さて技術を使うやつか。ミスターゼロはもう取っちゃおう。ミスターゼロもね、どっちかっていうと精神を使うやつだからね。低めとか直撮りするじゃん。ちょっと溢れた時は低く、あ、そうか、千丸か。センス丸だったら3で全然いいな。センス丸だったら3で全然いいんだけど、ちょっと変化球覚えとこう。球種は多い方がいいんで、ちょっと3、3ずつ、3ずつ3球種を取って4球種目に心シェイクを取りに行こう。ポンコツ、ちょっと待って、あ、そうか2だ。で牽制めちゃくちゃ使うのとかいらねえ。心ちゃんはねデートを重ねないと
いいバレンタインはくれないんだっけ。監督あげとこう。よし、まあ一応これで根性5だな。 60% 引きん、 60% じゃなくて 90% 引きになるってこと。あとナルミって何持ってんの。大してコツを持ってないんだよね、ナルミって。キレ、牽制、勝ち運か。ナルミとかって別バージョン出てランボルフォールとか覚えられないのかね。ただね、強キャラの別バージョンって結局微妙なんだよね。強キャラをさらに強くすると結局ぶっ壊れになっちゃうんで、9位なかなか扱いが難しいよね。だから虹谷の別バージョンとかも絶対そっちの方が強いかって言われたらそうでもないしね。まあそれはなんだっけ、あの袴なんかあんまりアプリの方頻繁にやってないんで名前が出てこないけど、あの袴の人、袴の人もじゃあ別バージョンが強いかって言われたらそういう感じでもないし、やっぱ精神だな、精神が足りてねえな。うん、脱弾これでかなり軽く取れるはずだ。あー回復してえな、回復しよう。カオルちゃんはイベントがほんといいよね。でどうする、刺激か、まあ、刺激もやっとかなきゃいけないからね。ちょっと刺激はね賭けな部分があるんだけど、144ここまで上げとこう。よし、じゃあちょっと刺激できますか。せめてせめて光っててくれ。ここは少しか、まあ、しょうがない。光ってね、これデートしたら死ぬな、これはマジでデートしたら死ぬ。いやーこれは賭けに負けたな、仕方ない、吸血するしかないもん。ここ止めてもマジでしょうがねえかな。監督も止まるんだっけ、監督は止まらないか。いる。ノゴロウくんってなんか経験点の役に立ってんのかな。いやー、やる気がめちゃくちゃ減ってんな。無理だな、メンタルもやっときたい気がするけど、ちょっとここはデートを進めよう。やる気上がるかな、今はもうマジでやる気が欲しい。やる気は上がらない。ここら辺の選択肢もよくわかんないからな。温泉、ミサちゃんの評価が上がったけど精神40もらいたいのはでかい。どうなのこれ、ダブルタックだけど神楽坂くんとかってやる気持ってた気がするよね。マジでちょっとこれはやる気なさすぎでしょう。ちょっとココロちゃんあげてくんないのかな、もう一回デートしよう。顔からしてやる気が上がらないよね。ミサちゃん、あれ矢部くんにすればいいんだっけこれ。あ、神楽坂くんまだか。なかなかやる気が上がらん。引く。少なすぎでしょ。あ、ココロちゃん、ココロちゃんにあげてもらおう、直にあげてもらおう、あげてくれ。ラブパワーで一気にあげてくれ。じゃそもそも何もねえし、刺激があるな、刺激があるけど虹谷はやる気効果持ってないよね。それか一回遊ぶか、体力的に。うん、夜型興奮する平気。で、ダブルタックではない。やっぱりカオルちゃん持ってんな。
遊ぼう、一回遊ぼう。もう確実にやる気を上げる。ゲーこれ、あ、どうなんだっけ、上がるんだっけ、やる気。上がった、危ねえ。絶対上がるか。じゃあやる気上がんないな。虹谷、ま、普通であればね減ることはないんで。よし、怪物球威はつかみましたと。もう一ターンだね。もう一ターンではあるけど、もう一ターンではあるけど、ノゴロ君からあれをもらうか。経験点かコツ、まあ、多分経験点だけど、うん、まあそうだよね、知ってた。君がコツをくれないことは知ってるよ。よし、やる気がようやくちょっと戻ってきたぞ。次極限になるかな、吸血か。え、足りないのってある？ 1,2 あー、魅了がね、魅了がね、魅了にしとくか。あー、まだ魅了じゃないのか。ちょっと予定がずれたな、予定がずれたけど、デートすれば極限になるかな。ちょっと読み違えてるかな。シュート覚えとこう。ちなみにもし普通にフォークとか、フォークっていうかナックルでいいや、ナックル覚えようと324の81か、かなり使うな。ここ一回デートしよう。お、要所ももらえるんだ。よし、これで吸血どう。カオルちゃん一人、これ何、誰、あ、誰もいないってこと。ココロちゃん144、うん、まあしょうがないね、この編成はもうしょうがないよ。だ、魅了するんだったら監督にしとく。なんか評価低いし。いや別に試合に出れるも評価はあるんだけど、ただなんとなく精密機械、まあよかったな。低めもまあ直撮りしてあるしね、もうすでに。え、魔女っ子真帆ちゃんなんて。そっか、今いるからか、刺激になった。まあどっちでもいいんだけどね。少しスタミナがないね。うん、 C までは上げとくか。やはり精神だな。155、意外にいったな。実際能力入れるとやっぱかなり稼げるよね。かおりちゃんからちょっと精神をもらおう。俺に精神をくれ。いや、復活もまだ取ってねえし。あれ、敏捷くれんのこいつ、超いいやつだ。これ体力回復するんだよね、かなりいいイベント。虹谷、まあ、虹谷も筋力をくれるし、 OK、 クイックは取れるね。あれ、ダッツさんまだだっけ。そうか、まだだったか、全然忘れてたわ。んー、どうする、なるみだな、コツ。あ、そうか、ここでなんかイベントが来るんだよね。え、こんなんあんの。俺最初やったらこれなかったんだけど、デートしてなかったから。デートが進んでるとこうなんのかな。いや初めて見たわ。体力61、20、20、20、20のコントロール2上がるんだ。時価上げするんだ、知らなかった。 B まで上げといてよかった。まあそれなり40、50ポイントくらいは節約できてるよね。ちなみにさ、もう一球種覚えようとするといくつかかる。315とか、無理だな。
次が極限になるな。次が極限になるので、次が極限になるので何する？いるかどうかだよな。強奪はありはありなんだよね。一応急速と変化が3だからな。まあここは普通に打っていきましょう。心シェイク覚えたらちょっとピンチャンとかでやろうか。さすがミスターゼロだな。ちょ、1回しか回ってこなかったけどさ。で吸血ないんだけどこれ死ぬんだっけ？え、なんだっけ、忘れちゃったもん。死にそうな気もするけどな。あのラインのところにあるってことは、いや怖えな。ちょっとさっきのあれを忘れてしまったな。どのくらいだったか、ギリギリライン。デートしよう。頼む、せめて覚えてくれ。どうなのこれ。お、何、心シェイク。よくわかんないけど覚えた。あー、ダメだったか。あれはやっぱダメか。まあいいや、心シェイク覚えたから。で死んでるんだよ、結局死んでるんで。え、デートしてやる気もちょっと上げてもらおう。喫茶店あったり、公園、喫茶店、どっちがいい？喫茶店だな、体力減ってるし。よし、じゃあここはピンチャンでいきましょう。で、そっか、心シェイクを上げなきゃいけないんだ。ほいほいと。ちょ、これで3か。全部コントロール A にしとく。で、あとちょっと金徳振らないといけないんで。復活取れねえじゃん。あ、変化球使っちゃったからか。ドクター K も取れねえわ。変化球ポイントがないんだよ、そもそも。怪物球威、あ、尻上がり持っとこう、ちょっと。で、根性も持っとく。牽制軽い。クイックも持っておく。打たれ強さも、まあ、せっかくだから1。あー、でもな、タイピン欲しいんだよな。やっぱ試合はね、タイピン役立つよね。まあ、やっぱりね、あそこでぶっ倒れるってことは、俺もまだまだバンプをこなしてないってことだからね。心シェイク。あんまり曲がんなくね。来るより、球速とかどうなんだろうな。155キロでしょ、その自分の今の球速が。心シェイク。138キロ、速いね。めっちゃ打たれるんだけど、どういうこと？ノーアウトって。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、こんだけさ球種持ってればさ、絞れないでしょう。しかも155キロだからね。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第2球投げた。そういやさ、なんか査定が変わったみたいな感じになってるけどさ、結局何がいいの？なんか変化球444は1球目ストライクから、なんかあんまり良くなくなったみたいな。第3球を投げた、打った。すげえ心シェイクさ、当てられるんだけど、そもそもボール投げました。ほら、ちょ、これ点取られるんじゃん。バンプ追いつかれました。望月タイムリーヒット。バンプなおもピンチ。あ、141出るわ。早いは早いのか。ナックル系にしては早いんだな。ちょっと、ノーアウトってなんやねん。ノーアウトランナー二塁という場面で須藤投げました。キャッチャーがしょぼいんだよな。第3球を投げました、打った、レフトへの打球取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第2球、心シェイク。2球目ストライク。いや、心シェイク、ちょっとあれだね、打ちました、これはサード正面、アウト。5くらい欲しいね、使うんだったら。ちょっと変化量が少ないわ。速いは速いんだけど、ストレート空振り、タイミング合いません。心シェイク、打ちました、これは打たされてファーストフライ。よし、ノーアウト。
お、パワーある。ここのチームってパワーあるんだよね、モブキャラが。しかも、まあ、7番バッターだからしょうがないけどさ。打ちました。第3球を投げた。外角ボール。あ、そしてここは内藤さんがねムード持ってるからね。お、またノーアウト。堀江くんもだ CC ってかなり悪くないよ。そのまま真正面飛んでたの塚本くん。先ほどタイムリーを放っている塚本。7番まで来るとだいぶ打撃力が下がるけど、足が速いね、よく見たら。第3球を投げた。なんかハイズがなんであそこ一塁にいるの今、ね、あいつ何番バッター4番とかこなしてる。ちょ待て、変わってるし、ボール組んで頑張るか。ひたすらジャイロボールを投げ続ける。ジャイロボールすげえ、ほんと着弾点がずれまくるんだよね。なんとしても得点を上げたい9回です。ほら宮初球から打って9位で押し切る。これでワンアウトランナーはありません。打ちました。おすげえ重たい感じがする。やっぱり球がジャイアンツボールマジで重いからね。ただ本当に全然飛ばない。ちょっとこの変化球だな。変化球おとなしく三球種にしとけばよかったかな。三球種でもうちょっとポイントを持っておけば強化。最後強化でポイントもらえればもらっちゃおうかな。これちゃっかりチャンスでいいやもう。128じゃ無理でしょう。上げられないよね。192か。試合経験点でもな、投手低いからな。そのまま負けちゃったまあいいよ、とりあえずここのシェイク見れたんで、ちょっと球の性質が分かったな。なんかくれるっけポロちゃんって。え、対強打者くれるんだ。いや、まあ、経験点はしょうがない。249だから上げられる。ってかもう全体的にあんまり上げるつもりがないんで、復活結局取れねえし、心してけドクター系も取れねえじゃん。これ外せば取れるよね多分。心シェイク言って終わりですね。よし、こうか。復活ってなんで変化球必要なの。よくよく考えれば。あ、それせっかくの千丸だったんだ、忘れてた無駄にしちゃったな。あと精密機械取ったんだ。回復もらっとこう。ポイント的に、変化球が余ってるは余ってんのか。内角あと無理かな。チュイ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 と32はなった。まあそんなわけでね、今回は心シェイクを取ることが目的だったので、まあナックル系ですね。ナックル系の球でちょっと変化量は少ないけど球速が速いという球種になるので、まあ実戦で使おうとすると5くらいの変化量はやっぱ最低欲しいかなというイメージです。まあそんなわけで、まあ心シェイクを持った投手はまあ、裏方で頑張って作っていきたいと思います。まあそんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。